そんなことないです。ライブタグが、これと、これ、よし、いけた？タグ、いけたいけたいけた、よし。わあ、ポンギンさん、ギフトありがとうございます。よし、ハッシュタグもこれでいいということで、ハッシュタグだけ消しとこう。じゃあハッシュタグだけ残しとくわ。それが一旦消す。よし、あやぴょんに誕生日プレゼント何あげたの？入浴剤セットみたいな。お疲れでしょうから、ふ、じゃあね、おはようございます。やよやよにはやよいちゃんも一緒にした、もう同じとこで買ったし同じタイミングで渡すやろなと思ったから、もうなんか変えてもなんか差出たら嫌やなと思って一緒にした。ちなもあれやで、みおちのやつも買ったで、渡してないけど。二度にしてたん？全然してない。これ書いてた、全くです。今日は金沢から見てます。おお、石川ですね。ワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。大人のプレゼント、いやーん、うれしいなー。何するんだっけ、課題配信するの。課題がな、ほぼ終わってんねん。ほぼ終わってるんやけど、ちょっと残ったやつを軽くするかどうか的な。いかがなさいましょう。先ぶり、あ、こんにちは。ありがとうございます。え、ちゃうねん、投稿しようと思ったらさ、ちょっと不具合で3分になる前に投稿しようと思ってたんですよ。どうしよう、誰か見てたら。ウィンクしてって言われたからしただけですよ。そんな自分から自発的にしないです。あ、ジョーハン香港さん、ありがとうございます。イベントで喋った方がよくない？そうやねん、喋った方がいいんですよ。しようかな、まあ、喋るんですけど、喋りながらって感じな。本格的な A 型です。バリ A 型です。はい、本日のウィンクは終了です。あやぴょんの生誕入れなかった。あやぴょんの生誕楽しかったで。みうちの生誕入った。あー、みうちのプレゼントはもう早々に買ったので。テロピューロ、あれ？せえへんかったっけ？私めっちゃ設定したつもりになってた。保存してなかったんか。
何やったっけ、あ、よしよしよし、香港さんギフトありがとうございます。もう香港さんにしよう、間違えそう。高秀さんギフトありがとうございます。すごい顔じゃない、なんかもう目元だけ笑ってる、めっちゃ笑ってる人みたいな表情。アモクロのペアミオちゃんなのが感動した。やったー、ミオちゃんのやつめっちゃ嬉しかった。あれはですね、おにぎりを作ってどうぞって渡してミオちゃんがおいしいって言ってデンデンデンってしてるんですよ。しまった、弥生に星全部投げちゃった、ひど、あーもう知らない、そんなことするんや。あー花粉症で目がかゆそうな人みたい、確かに。え、でもちょっとその感じあるかもしれん。じゃ髪の毛やね、髪の毛が刺さるんです。今いけてる、これできる、星捨てしたのに。あーそれはまあまあしゃあないな、それはいいよ、それはいいよ。あ、香港さんギフトありがとうございます。じゃあこのさ、ショールームの時に使うさ、ホワイトボードがもう埋まっちゃったんですね。で使えないので、まあ変えようかと思ったけど、とりあえず8機に買ってほしいね。なんかな、8機あらそやま好きじゃないねんな。もうみんなで平和に行こうぜってタイプからさ、そっちのが好きなんですよね。まあそういう企画なんですけど。成績帰ってきた、よいしょーらー、よし取れた、初見です、ハロー。ソルさんギフトありがとうございます。それを神に結局じゃあ言おうと思ってやろうと思ってな、ここになちょっと書いてん、書いて書いて、じゃあ書いたのだけ消して他をまだ置いてるんよ。じゅんじゅんさんギフトありがとうございます。よく寝れた？まあ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 、夢見てるからそんなに深くはないんじゃん。めっちゃ夢見た、めっちゃ桜咲いてた、かわいいな、かわいい鳥がさだってさ、めっちゃ可愛かった。多分メジロやと思うねん。メジロが2匹おって、なんか椅子ちゃうわ、石のなんか机みたいなとこにさちょっと水張っててさ、メジロってさ2匹可愛いと思って見ててさ、でクマさんおった、ここにクマさん先生がおって桜見てた、めっちゃ綺麗かった、めっちゃ満開やったで。香港さんギフトありがとうございます。業務用のホワイトボードいるな、業務用ではないけどホワイトボードなんで、こっちにももう一個あるし、業務用ってなんか違う。2回公演初めて、うん、うん、ゆきのちゃんの生誕の時にやったんじゃん。生誕ってだってピリオルじゃない、あれそんなことない、なんかの時に1回やったかも、1回か2回か覚えてないけど、多分1回やと思う、やったことあるはず。なんとなく成績を開きます。ポンギーさんギフトありがとうございます。
私ね、2学期、なんで2学期から2学期中間なんで2学期緊急出演の時2回公演やった。緊急出演の時2回公演やった。緊急出演ってあったっけ。あー、何回公演、100回の日、それや、そうやそうや。会議で使うようなサイズの、え、でかすぎやろ。もうここ置いたらいいんちゃう。あ、ここ置いたらいいんちゃう。え、天才じゃない。ここ置いたらいいやん。じゃあこれ取っていいってことやろ。え、天才やん。業務用のやつ欲しい。目白漢字書きは確かに。そうや、100回公演の時や。はぁ、1年のやつ出てきた。1年のやつから見ていこう。1年1学期中間、まあ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 、まあ、見せへんけどな。え、めっちゃ英語尖ってる。そらそうか、めっちゃ簡単やったやん。香港さん、ギフトありがとうございます。昨日の公演楽しかった。よかった、嬉しいです。一学期期末、え、順位だけ言っていくわ。学年で中間が23位で、クラスが5で、期末が学年で18で、クラスで6。違い方権でペンギン先生から厳しい性格ちゃうわ。あれでしたか。聞いてほしい。あれよ、なんかな、あの、私がさ、懇談の時にさ、あれ、ペンギン先生のさ、とこにな、行ってな、あれ、無言で立っててん。ならさ、黒島さんなって言われて、別に、まあ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 。まあ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 って納得してたらさ、4やけどって言われてさ、なんやねんってなりません？なりますよね。でもさ、上げてから下げへんとこなんかペンギンさんっぽいわ。ポンギンさん、ギフトありがとうございます。ポンさんもギフトありがとうございます。香港さんもギフトありがとうございます。私立の中学、うん、全然違う。あ、課題テストがあれや、受けてないんや私。2学期の中間が学年で34でクラスで4。2学期期末が学年26でクラスが4。おとなしいイメージやったけどちょっと変わった。へえ、ほんまにおとなしいイメージだったのね。はっはっは。今とどっちがいい？おとなしい方がいいか。え、でも気づいてん。そう出して受け入れてくれるならそれが一番いいでしょ。イベント期間中に言われたことじゃないけど。おはようございます。クラス4人、ちゃいや、クラス4人えぐいやろ。なかなかの田舎で猫かぶってる時もある。もちろんだいぶですよ。ルイギー来てほしい。やったー。あの、だいぶうるさいですよ。劇場のソウルバインしよう、楽しい。あれは猫かぶってる。あれはね、同期おったら黙る。一人やったら喋る。同期が来たら黙る。本読みたいな。猫かぶりの120、120ちゃん200%くらい。
積極的に喋っていいと思う。そうなんよ。まあメモ帳で会話しだすこいつ見せたな昨日。ゆきのちゃんいたらテンション上がるね。そう、なんかゆきのちゃんは全員が聞いてほしい。昨日のさ、昨日のな、あの公演終わったらクールダウンっていうのがあるんですけど、あのクールダウンの時に横で転がってて、隣がゆきのちゃんやって、私ゆきのちゃん隣率めっちゃ高いねんけど、ゆきのちゃん隣やってパッて見たら目をってツンツンってしたら、なんかってしてんのゆきのちゃんが。でその時の顔がなんか襟巻きトカゲと同じ顔してた。おもろすぎてさ、めっちゃ静かなとこやのにさ、ツボってさ抜け出されへんくなってた。怖っ。キウキのゆきのちゃんは挨拶しかしたことない。はじめましてみたいな、はじめましても言ってないか、おはようございますみたいな。そう、襟巻きトカゲやってパッてした顔がめっちゃ走ってる時にそっくりやって、じゃあ可愛い、可愛いと思ってんやで、可愛いと思って言うてるねほんまにおもろかった、つぼったじゃあ、あの広げてさ、わーっと走ってる時の顔がほんまにおもろいポンギーさんギフトありがとうございます。あーめっちゃおもろかった。怒られて言うてん直接ちょっとつぼりすぎてさあーおもろい、めっちゃおもろいめっちゃおもろかった。あー明確されてた、あの充電のさ線でさあ、はるさんギフトありがとうございます。こう隠れて犯罪者みたいになってんじゃあゆきのちゃんめっちゃおもろかった。じゃああとお見送り会の時のさ、あれよ、何、あほのかちゃんがさ隣やってさ、めっちゃなんかおもろかってさあリサやみたいな、じゃあリサはや別にそんななんやけど、なんかめっちゃおもろかって、なんかがおもろかってめっちゃ笑ってた。あとみおちもめっちゃおもろかった本校さんギフトありがとうございます。あとなんか、あーそう、メイクが初めて一番目だったんですよ。そう、初めて。あとなんか言おうと思ってな、何やったっけ、忘れた。寒ない？めっちゃ寒いねんけど。ゆきのちゃんプライベートでも公演の時みたいな感じ。うん、そんな感じ。まあそんな公演の MC ほど喋るわけではないけど、あんな感じかな。楽しい一日だった。ほんまいいよ、ゆきのちゃんおもろすぎるわしかもさ、もう髪の毛触ってももう反応なくなるっていう山おじさんギフトありがとうございます。あー、ウクレレしなかったの。そうやねん、あのさ、あれよ、ウクレレなやろうと思ってんけどさ、あのおもちゃみたいなやつやん、で音が合わへんのと、あとそんな本格的にやったことないのでっていうのでやめました。でピアノはもう人数が普通に多かったからやめた。劇場公演声出し応援始まってる、始まってるよ。ちなみに私声出し初で出てた、ピーンってなったピーンってなった得意の布切りで羽織、羽、羽みたいな、あー作ろうかな。でも羽に作るんやったらガチのやつ作りたい。今日は雨だから肌寒いかな。やっぱりそうよね。エアウクレレすればいいのに。音何も貢献せえへんやん。エッピーさんギフトありがとうございます。そう。公演の時ね。ガッチガチ。
いやでも初めての声出し調子乗って段めっちゃそう楽しかった調子乗ってる時に段やったら楽しいね調子乗ってたらなほんこうさんギフトありがとうございます。みんなができないような楽器、みんなができないような楽器やったらやっぱりウクレレやねんけど、ウクレレってやなんかさギターできたらできそうなイメージない？しかもバイオリンもあるのにお父さんバイオリンもっと合わせてくれへんねん。めっちゃ前から言うてるのに。寒い寒い寒いよ寒いよねえ君たち、そう思うよね。寒いよね、冷たい目して。ポンギーさんギフトありがとうございます。コールで一番テンション上がりそうだけど、あーかもしれん。ポンギーさんギフトありがとうございます。なんかね幕開く前がもういっちゃんやばかった。エアコンつけてるわ。つけつけよ。いやでもつけうんー前か。しおりさんギフトありがとうございます。今こたつな、やっぱりこたつよな。こたつしか勝たんよね。お見送りお見送り会の時にペンギン先生スケーブー出すとちょっとショールームの時、あーあのペンギン先生出したらちょっと嬉しい。あとなんか何先生推しですみたいなやつ見たらってなる。わかるわーってなる。ほんこうさんギフトありがとうございます。派手なウクレレね。そうやねん、だからこういうやつなんですよ。ありがとうございます。いけるやんいけるやん。ペンギン先生に今日来てって言った、言ってない、会ってないもん。そもそも部活ってあるんかな、春休みって。会ってないので言いません。来てって何かで言えたらいいんやけどな。ツイッターでペンギン来いって言ったら来てくれるかな。ポンギンさんギフトありがとうございます。あと5分やん、ちょっと待って。イエーイ。次何時からやったっけ、あの書いてた時間の通りに行きたい。何時からやったっけ。11時半。まあ11時くらいでしたよね。
ポンギンさんギフトありがとうございます。よし相変わらず弾き方がおこと。部活は何部なの？入ってないんですよ。関係なしであるよ。あるんや。あーそっか、日直がどうとかなんか言ってたわ。野球やサッカーは見てた。サッカーは見てないけど野球めっちゃちょっとだけ見た。あのちょっとだけポンギンさんと香港さんギフトありがとうございます。香水つけますか？つけないんです。なんかあのあんまりさ匂いきついのがさ苦手でさ、なんかそうちょっと苦手やからさ基本はあんまりつけん。スワンボートが溺れてる表現がランキング見ます。あれ順位が出ないぞ。ちょっと待って 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13位がマサおじさんありがとうございます。12位がボーローズさんありがとうございます。11位がエッピーさんありがとうございます10位が香港さんありがとうございます。9位がしおりさんありがとうございます。8位がマッサンさんありがとうございます。7位がキーバーさんありがとうございます。6位かな、6位が RC さんありがとうございます。5位が山おじさんありがとうございます。4位がハルさんありがとうございます。おー5位になった。3位がハマチさんありがとうございます。2位がポンギンさんありがとうございます。1位がポンさんありがとうございます。よしありがとうございました。え日記の字なぁ、ちょ丁寧に書きたいと思ってるんやで、思ってるねんけど、あの書きたい気持ちが先走るんです。もうちょっとあの全て忘れる前に書き留めたいんですよそう書きたいから、書きたいがゆえにパーっていっちゃうんですよね。まあまあまあ味ランクアップ ありがとうございます。あと1分やピーン。いやでもあれやから最初に3分に始めてるから少々はオーバーしてもいけるんですよね。あーポンさんギフトありがとうございます。味があっていい、ほらね、でしょ、そうでしょ今から苦しみは成長するんです、綺麗になるんですよ。絵は真剣だよね。そうでもたまに気力がない時はもうクローンするだけでいく。気力がある時はよう描くっていうか、絵描きたい気分の時は描く、描きたい気分でもない時はめっちゃ適当あら川崎の先生さん、黒島ちゃんやんって、黒島ちゃんです、どうも。時間になった、甘やかしたらあかんで。いや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 、まだまだまだですよ私なんて、もう本当に次11時からですありがとうございました。よしありがとう、じゃあねー。